さあ皆さんこんにちは、ノッツォでございます。ということで今回もドラクエ 11S やっていきたいと思います。ということであらすじいきましょう。魔王ウルノーガを倒すため天空魔城に乗り込んだノッツォたち。天空魔城の番人である六軍王の一人、邪竜軍王ガリンガを倒し、一行は城内へ向かう。さあということで天空魔城に来ましたよと。はい、ということで前回ね、勇者の剣を制作しましたよと。装備のところに勇者の剣があるのかな？うん、あるね。まあでも強いんだろうけど、武器での攻撃力が、攻撃側が雷属性になる。いやでも今多分ヒノキの棒とかビビったわ。デーモンバスタープラス3が今んとこ強いんだよね。悪魔系の魔物に滅法強い聖なる体験ということで、絶対悪魔じゃん。今後戦ってくる奴らはさ、だからこのままでいいのかなみたいなところもちょっとあるんですよね。ゲンマ、ちょっと強くなるな。デルカダールの盾を携えていくのもありかと思ったけど、まあ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 、このままでええやろ。ちょっと待って。あまりに魔王戦舐めすぎか？で、前回予知族行こうかなと思ったけど、考えたけどさ、やっぱ、途中でちょっとこう寄り道するとあれだと思ったんで、もうこのまま行こうかなと思います。これで勝てるかどうかちょっとわかんないんですけども、ちょっと裏の方で少しだけレベルアップはしておきました。はい。魔王を倒せるかどうかわかんないけど、とりあえず、グレイグの持ってる剣はプラス3にしよっか。まあ武器の強化とかどうとかってちょっと難しくなってるのがね、冷やし込みの特技。地金の温度を300度下げることができます。すごく弱く叩きたい時に使いましょう。そういう要素も入ってくるとすーげー難しくなるんだけど、大丈夫かな。あ、この鎧は撃てないのか。あー、じゃあ炎の剣ちょっと強化しよっか。グレイグの、うん、グレイグようやくね肩だけん変えたっていう。ずっと剣使ってたからね、デルカダールの剣。いや、やっぱ盾にあの剣は合うじゃん。グレイグはやっぱ黒だからさ、本当は鎧も欲しいとこなんだけど。まずは火力上げをしてから叩く。いや、まだ普通に叩くんじゃなくて、3倍打ちかな。あ、3倍打ちか。あ、3倍打ちの方がええね。3倍打ち、ここ。うわぁ、全然。集中力が半分になった。っていうことはどういうことなんだ？ 3 倍打ちでいいのか。あ、OK。ここで、手加減打ち。で、ここにも手加減打ち。OK。全然。あ、集中力が 1.5 倍ってことは、ここで。集中力 1.5 倍ってなんなん？そもそも。全然いい剣できないぞ、これ。ちょっと待て。2倍打ち剣？乱れ打ち。おい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 。クソみたいな剣ができたかもしんない。というか、プラス1にもなんないかもしんないぞ。失敗。クソー、あげられなかったか。諦めた。このまま行こう。ああ。いや、前回のガリンガ戦はさ、正直多分、この後に控えてるであろう、奴らの前座だったから、そんなに強くなかったんだよね。うわ、こいつデュラハンか。戦ってみよう。スケア、フレイル。こいつの見た目もなんだろうか。この世界になってからめちゃくちゃ見たけど、好きだね。本当に。あー、まあ普通に殴るだけでよろしいのかな。装備ちょっと整えて、セーニャのステッキは回復魔力だから、攻撃魔力が上がるやつ装備して、まあ適当になんかメラミとか撃っとりゃ死ぬか。やってみるか。どれぐらい食らう？あ、これだけ食らんだら十分だな。普通に殴るのか、渾身切りちょっとダメージ与えるかやな。まあ、道中どうせまた、銅像あるべ。銅像あるから、こいつにドルクマとか効くかなっていう。闇の力よ。闇の力。
よし、進化したグレグの力、お見せしよう。昔20いくつとかね。もうすげえダメージ出せますよ、みたいな見た目なのにさ。20何とかしか食らわせてなかったから、ちょっと上がったよね。いや、驚いた、驚いた。ここに来て6軍をけしかけてくるとは随分用意周到なことじゃ。僕は魔物たちの総本山じゃし、まだ何が起きるかわからんからな。心しや進むとしようぞ。そうだな。5人目の6軍王ガリンガ、なかなか骨のある魔物だったな。これで残る6軍王はあと1人。魔王に挑む、我らの行く手を阻む者は誰であろうとなぎ倒すまでだ。まあ、グレーが察しがついてんだろうな。ロッツォ様、お怪我はありませんか？ここはどこもかしこも魔物だけだらけですが、無理をせずに回復しながら進みましょう。ルノが気に食わねえ野郎だ。愛から魔物どもに戦わせて、高みの見物を決め込みやがって。余裕ぶっこいてる魔王ルノーガに俺たちが以前の俺たちじゃないってことをたっぷり思い知らせてやろうぜ。これから魔王に挑むのだと思うと、どうしても体が震えてしまうの。決して恐怖の震えではないわ。あなたたちと共に戦えるのが嬉しいだけ。そうね、武者震いってやつかしら。ああ、もう嫌になっちゃうわ。このお城は趣味も悪きりゃ空気も悪いのね。まとわりつくようにじめっとしてるわ。早く魔王ちゃんを倒してお城の悪い空気を入れ替えちゃいましょう。了解。行く手を阻む者は俺が倒す。さあ行きましょうか。さっきセニアさんのレベルが上がりましたと。もうちょっと戦ってから上がってほしかったな。うわぁ、ドラゴン、あ、待って、キアマシーン2もおる。これ、古戦場か？はは、待って、古戦場にいた魔物たちがいるんだけどさ。実は古戦場なんじゃねえかって思っちゃうね。このドラゴンは前に見たやつだよね。とりあえずこのガーディアンの乗り物は乗れるようにしとくか。いつでも乗れますよって感じで。これ正面はいけないってことか。なるほど。じゃあ一応乗るか。こいつ、うわ、鎧たちがいるから、こいつはちょっと、あれ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 、なんかいけない。ちょっと降りる。一旦降りる。お前はちょっと乗れないわ。開けるわ。扉封印されている。ってことは正面か。赤は、ああ、違うわ。こっちから行くのか。なるほど。ガーディアン行こうぜ。俺たちはガーディアンズだ。ガーディアンズってなんかあったな。うわあ、メタルバースじゃないの、こいつは。しかもガーディアン乗ったのに意味なかった。ここまで来るやつじゃなかったか。あのメタバースかウンタラガンタラはちょっと後で倒そうか。あれの金バージョンもいるよね。夜の帳。帳って聞くと呪術廻戦をね、思い出すね。キラーマシン並んどる。うわ、キラーマシン2。うわ、すごい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 。なになになに、なんとノッツはメタルのかけらを3個見つけた。メタルのかけらか。こいつらマジビジュアルかっこよすぎるなぁ。こんだけいるってことはさ、戦って経験値上げろみたいなとこあるよね。いや、強いわ。ちょっと待って、セイニャさんは、道中はさ、ちょっとあれだわ。変えた方がいいな。回復要因は、まあちょっとあれだけど、ボス戦前にセイニャさんは出してもいいんじゃないかなと思ったな。それは前々から思ってたことなんだけど、実はね。神、いや、マルティナさん久々にちょっと出してあげたいところなんだけど、マルティナさんの装備は、どうだろうな。強いかな。まあこのままでも十分やれるか。影のターバンとか。全然装備買ってあげてられてないと、守備力100うんたらかんたらじゃ、やばいかな。まあまあまあ、なんとかなるやろ。なんとかなるやろ。やれやれ。よしよし。最悪パフパフすれば、なんとかなるべ。マルティナさんのあれもちょっと回復しちゃるか。使うならばね。読み送り、会心率、サミダレ好きはちょっと覚えた方がいいかな。あ、なんかここ回復できる。一戦付きかな。雷光か。雷光一戦付き。ちょっとこれ、かっこよそうだから覚えさせましょう。はい。ハテナハテナがもう一個あるんだけど、これはどこで解放するんだ。あ、これか。白刀、真空蹴り。回し蹴りでうんたらかんたら。あー。あ、もう一個いけるな。これ。お色気。
セクシービーム、お色気パワーで敵一体を狙い撃ちたまに魅了する。これは見てみたいから覚えよう。セクシービームとか言うのかな。ちょっと楽しみだ。じゃあこいつ戦おっか。よしよし、行くぞ。メタバースは違うか。メタバースは金色か。メタルドラゴンってことはメタルギリとドラゴンが効くのか、ドラゴン切りが効くのかな。雷光一閃突き、ちょっとやってみていい？あ、違う違う、セクシービームやな。まずは。おお、強い。普通に強かった。なかなかセクシーボイスも聞けたすい。聞けたすい。満足だべ。満足だべ。剣心、なんかね、魔法が効きそうにないけどね、メタルだからね。メラミとか打ったら溶けるんじゃねえかなみたいな、そんな風に思えちゃうね。102。バカか。わあ、このゾーンをボス戦に継続したいところだな。14。あまりにもあまりすぎる。じゃあこれ一回言ってみるか。ああ、無理な時は無理なのか。ちょ、メタル切りで、あ、ドラゴン切りいけるか。うわー、効かねえ。本心切り。何が効くんや、お前。じいちゃんもゾーンに入っちゃったか。ドルクマ全然効かなかったが、マヒャドはバリバリ NP 消費してるけど、俺。回復ポイントあるよね。その見た目で、せん、うんたらかんたらしかあれ持ってないのか、お前。いや、けごま。あー、これであれか。まあ、あの、扉、どんどん開放してけってことかな。転送装置もしかして。上に乗ると沈みそう。なるほど。今までこんななんか、ギミックあったっけ。この階の西側にある扉の封印が解けたようだ。あー、おもろいね。仲間は反応ある？やれやれ。ないな。セクシービームはでもメタルドラゴンに効くっていうのが分かったから、まあマルティナさんそういうので打っとけばなんとかなるか。で、このガーディアンは正直おまけみたいなとこあるよね。乗ったらだってあれするんだもん。いなくなるんだもん。乗ったらいなくなるってか、乗って扉を越えるといなくなるから、あいつ何のためにいるんだっていう話だよね。キラーマシン2はめちゃくちゃいるね。やっぱここまで来るとね、こいつは強えんだわ。メタルドラゴン。経験値も、邪魔だな。邪魔邪魔。さあ、宝箱開けましょうと。だいぶ手傷を負わされたな。戦記の肖像。レシピ、戦記のティア、戦記のドレス。なんかこれマルティナさんっぽいけど作れるんだろうか。見てみるか。材料ねえだろうな。うわ、青い宝石だって。これやっぱマルティナさんだ、これ。うわ、見てみて。見てみてけど材料がないっすね。てか、アクセサリーもさ、これちょっともう、あれだよな、作ってやんねえとなとか思いながら全然作ってないよね。あ、混乱、こういうのか。混乱とか麻痺とか、これをつけると、いいんだよな。でも、なかなかね、つけてやれてないっていうところなんだよな。あ、作れないこともないから、あれか。後で作るか。後で作るってなんやねん。力の指や攻撃が上がる。あー、呪い。速さが上がるか。まあ、なんか幻惑？なんか全部状態異常が全然効かなくなるみたいなやつがちょっと欲しいとこだよね。行動不能にする攻撃に強くなる。あ！あ、一回休みの効果を防ぐか。なるほどね。パワーベルト。主人公のパワーめっちゃ上がるんだけど、これつけよっかな、作って。どうしよっか。あ、攻撃魔力、あ、攻撃力か。あ、ちょっとランチに上がるから、これつけたるか。パワーベルト。
これは作るの簡単やろ。しかも角はね、ガーディアンから取れるっていう。うん。すごいんですよね。火力。実はもう一回火力上げるとか。うん。次の一打ちが、こう威力が2倍か。ちょ、2倍でやってみるか。ちょっと怖いけど。2倍。あー、やっぱちょっとやりづらくなっとるな。うわ、火力上げるのやっぱきついですね。3倍打ちでこれよ。半減はやめてよ。半減はやめろよな。半減はあんまり嬉しくないな。これやってみていい？半減しながら。超4連打ちはあんまり良くないか。じゃ、4連打ち普通にする？あんまり、ああ、でもそこか。下がでもボロボロだ。あ、下がボロボロだ。3倍打ち。次の一打ち2倍。じゃあこれ、上にしとくか。ああ火力めちゃくちゃ上げないといけないのかな。この辺だってこと本当作るの無理やな。まあ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 、ないよりマシっていう。最近、全然、あかん。まあ通常でもなんか強そうな感じはあったから。ああ、これか。これがパワーベルト。守備力そこ下がるけど、やっぱ攻撃力は正義だから。頭もそんなにいいのないか。まあいいや。この見た目でいこう。攻撃力ゴリゴリでいいでしょ。回復要員がいるんだからさ。回復要員が守備力高いのに越したことないんだけど、実は。鎧騎士めちゃくちゃおるな。さあ、俺のレベルアップしましたよと。2階に行けるのか。この裏は、宝箱あるな。ちゃんと魔王城でもさ、宝箱用意してくれてんのが、ありがたいな。はぐれメタルベスト？なんだそれは。鎧より強そうだね。あ、そんなことないか。あらゆる属性の攻撃を、うんたらかんたら。いや、変えたばっかだよな。そうだね。マルティナさんとか変えられる？あ、つけられる。あ、つけられるな。つけよっか。あらゆる耐性がつくんだったら、これでいっか。はぐれメタルベストか。鎧じゃないのな。鎧はなんか、あれだよね。ホームランの外で売ってたよね。4万ぐらいで。あれ、強かったように思えるけど。ここにも、七色の眉。なんであそこだけ、用意されてんだろう。謎すぎ、ワロタ。ちょっと待って。久しぶりに見た。魔王の趣味かな？デスマドマーゼル。これ結構見るよね。なんかすごいメラメラなんだけど。怨念ですね。当たれば会心の一撃。なるほどね。そういうやつか。あんまり試されないね。嘆きっす。デビルモード見てみたいんだけどな。どうぞ。それなりに強いよね、嘆きっすが。マドマーゼル？いや、渾身切りで。飛べよ。来たー。ははは。こいつ早いんだってね。確か。虹色のヌロ。乗ってみよう。移動がちょっと早くなるね。この子のお股は、いいね。なんか怪しい、あれ、おーなんだこれ。緑の、あれだ、なんだこいつ、名前なんて言うんだろう。スライムベホマズンか。ああ、スライムキングの上位互換。こいつはあれやろ。火炎斬りいけるやろ。炎に炎。まあ、渾身斬りでっかな。いや、強いだろうなぁ、こいつ。マルティナさんがゾン状態。セクシービームでやるか。倒した。
そんな強なかったわ。エホマズの呼ぶためのこいつらなのか。いや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 、普通に。与えたい。ナイス。48。デビルマーシュ。一体でお前来るってお前なかなか。勇気ある行動だな。ここはそんな耐久ないわ。やばい。かわいそう。これで1200もらえるって、他倒すより全然いいやん。他クソた、硬いのにさ。こいつ、父ちゃんの中にいたやつじゃないの？寝てるけど。ラゴンヌ。いや、やっぱ魔王城、真新しいポケモンたちがいて楽しいわ。どう見てもこいつ獣だもんね。獣好きでいいでしょう。強いね。獣は火に弱いと聞いたことがある。あ、でもそんな強ないな、こいつら。メタルドラゴンがちょっと厄介かなって感じかな。この辺のフロアのやつらは。よし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 。ラゴンヌ倒した。アスザンヌみたいなやつ。そんなに強くないくせに、この経験値。今までの中では高いな。虹色布切れを3個。虹色の濡れ切れを使うなんかを作るためにこれ、用意してくれてんだろうな。何なんだろう、虹色の布切れが必要とする装備って。今んとこちょっとわかんないけど。ああ、またなんか復活しとるな。お姉様が。じゃあ行き。おー、万人になってたのね、あなた。さあ行こうか。もうこの乗り物は多分もう使えないから、行こう。うわ、なんか、戦うんじゃ、うわ、なんか戦いそうな雰囲気あるんだけど、ここ、大丈夫？行く手に邪悪な封印が施されている。勇者の力を使えば封印が解けそうだ。触ればいいの？あ、かざすのか。俺一人なんだけど。あ、なるほど、結晶が砕けて。うわ、ガーディアンだ。周囲を覆っていた水晶が壊れ、モンスターに乗って視界の下の階と行き来できるように。あ、それでガーディアンなのか。なるほどね。あ、なるほど、なるほど。なるほど。ってことは、あそこも行けるってことなんだ。だって、ガーディアンで行ける場所がちょっとあるから、これ倒そうか。オッケー、ガーディアンに乗れるようになった。なるほど。このためのガーディアンなのか。こういうことか。なるほどね。ってことは、下の階にも行けるとよ。あれか、上下の移動でこれ、下にいるんだな、ガーディアンが。何のためにいるんだと思ったけど。こっちには特に何もないんか。宝箱があるわけでもなしか。オッケーオッケー。よし。こっち行こうか。行くぜー。複雑回帰。そこまで複雑ではないか。やれやれ。会話は特に変わんないならもう先に進もうか。ああ、なになに、じゃあ、ああ、別に、別に、別に、やめやめやい。スライムベホマズン。移動できるけど、大して、うわはは。マージマージ。マージマージ、やばいー、すごいー。あ、待て待て、メタルキングおる。うわ、倒してー。強いしかも。マージはもうさ、後でいいっしょ。こんなに弱いもん。会心の一撃狙うか。倒せるもんね。あ、しかも、あ、来た！うわ、やべえ！またメタルキング倒した。魔王城にメタルキングが出るって、もう、経験値っていうか、レベルアップしてけみたいなこと言ってるようなもんだよな。よかった。こうか、マルティナさんこう使うのか。でも偶然出たんだと思うんだよね。7万えぐい。もうみんなデベラップするよ、これ。ちょっとマージ戦闘をすると、メタルキング出てくんのか。これは嬉しい情報だ。しかもメタルのかけら。倒そう、ここ。こいつら倒そう。いや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 、お前ら5体とかもう別に見たくないんだけど。お前らはお呼びじゃないんだけどね。このメタルキング連れてくる要因でしょ、君たちは。5人も。
出張ってくんじゃねえよっていう。さすがに5人一気にはワロタ。でもこいつはでも魔法とか呪文が強いからバカにやらんのよね。でもね、でも一気に5体はちょっと。じゃあでもいやメタパにやめて、じいちゃんのマヒハドで飛ぶだろうけどね。うんうん、一応物理も強いは強いか。クレイグが全体のあれがないのがちょっと嫌なとこだな。まあいいか、普通に殴るか。まあマヒハドこれだ。だから全員がマヒハドしてきたら死んでたわけよ。マヒハド返し、オッケー。ご苦労さん。若いマンには負けんぞ。嬉しいわ。ちょっと待って、やっぱメタルキング強いわ。また倒した。なんか知らないけどあれだわ、マルティナさんがねメタルキングに相手にねなんか出してくれるんだよ、会心を。これは楽しいぞ。ああ、お前、降ってきたんか。あ、じゃ。こいつとね、戦闘してもね、メタルキング出てくるんだよね。さあ、ということで、進んでいきましょうか。メタルキングはまあ、2体しか倒せなかったけど、まあ、2体倒しただけで十分だろう。また来ればいいしね、ここ。ああ、なんか踊り子、なんか ブギーみたいなやついるんだけど、ブギーみたいなやつ。ブギーみたいななりのやつ。なんかデビルみたいなやつもいるし。うわわわわ、青いやつ。青いサターンみたいな。フリゴンダンスたちが現れた。そういうなんか民族のダンスみたいな名前のやつやな。悪魔だね、こいつらはね、どう見てもね。え、避けた？ぶん回してっか。三河しかなんかあるんかな？なんか魔王の手みたいな、これ。うわ、まがまがしいな、この鎧みたいな。おい、お前ブギーか？あ、ブギーではないか。ブギー三つ目だったもんね。サタンフーラー。でも、ブギーなんだよな。ブギーの見た、ブギーの見た目のやつは、ちょっと、でも、まあ、いっか。別にいっか。久々に見たわ。こういうやつはデビルモードでやっつけたいところだけどな。ドルマで倒せないかな。ドルマ。あ、オッケー。何も、フーラ。なんかフルアフープ、携えてる、悪魔やったな。ここは、外部。なるほど。どんどん登ってく、デビルか。いやもう俺はメタルキング先輩にね、修行つけてもらってっから、お前らじゃもう、満足できない体になってんだよ。ほっそなんだっけ、こいつ。マダンヌだっけ？マダンヌ。光ポイント。これは何ですか？あ！転送ってこと？うわぁ！もうあらゆるなんか魔物のギミックを使ってけみたいなとこあるなぁ。こいつも魔王仕様なんだ。ちょうどブギーも参戦してる。どうしよっか、投げ払いでちょっとダメージ与えながらか。でマヒャードはね、グループじゃなくてね、敵全体っていうことが分かったから、それ強いよねっていう。まあ、こいつ、サタンフーラにちょっとダメージ与えとくか。オッケー。で、シギちゃんのマヒャードで、飛ばせるでしょ。オッケー。まあ、これでオッケー。で、あとは殴るだけで。倒せるね。あ、こっちだね。こっち攻撃してないから。あー、でも35。ガス？うわー、しびれ効果もある。マリュー・ネドラの上位互換みたいなやつが現れた。やだることいっか。ま、あの、ネドラはさ、え、メガンテ？なんだこいつ。怖っ。怖いことしてくるなぁ。メガンテってなんだっけ？ダメージ当たんなかったけど。ジャンプ。夜の帳。会話ない？やれやれ。ないな。お前は、
別にもう見たくない。お、待て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 、こういうの見るとなんかジョーカーを思い出すんだよね。ジョーカーにも容器いたよね、こんななんか飛んでるやつ。強いのかな。今日は何だろうか、トルネロスとかランドロスとか、そういう見た目だよね。上は人で下は獣みたいな。ゴールデンゴーレムか。なるほど。あー、獣なのかな、こいつは。獣の見た目してるけど。あ、まあまあ食らう。102。えぐいダメージ出してくんな、マジで。あ、こっちはベホイムになるか。あ、なんでドラゴン切りにしたの、俺。間違えた。スライム、こいつ、攻撃弱いな。ゴーレム優先だね。この時になったら。倒せるかな。よし、ナイス。殴れば倒せるね。うん、そんなこいつは強くないわ。回復要因だと思うんだよね、こいつは。戦闘というか。名前から察するに。うわ、これこそなんか乗り物欲しいわ。こんな直線。たるい。ああ、そうか、4階まであんの。4階まであんの。待て待て。うわ、ちょ、なんかもう、作動中、またメタルキング先輩にお会いしたのって、さあ、でもみんなレベルアップしましたよ、と。いやー、雷光一閃月覚えててよかったな。結構な確率で会心出てくれるから。あれでメタルキングが倒せる。将軍清楚の仕立て方を見つけた。ジュネルマント、ジュネラルブーツ。ジュネラル。なんだろう。でもな、作れたとしても、大変なんだよな。斜め打ち。斜め2マス分を同時に。やや強め。あー、グレイグよってことか。はー。見た目が変わる。すげー作りて。作るか。どうせ作れるし。まあ失敗するだろうけど、ちょっとだけ上がるし。ドラゴンの皮ってその辺にドラゴンいっぱいおるからさ、作れないだろうか。火力上げ。さらに火力上げるわ。ああ。威力と回心率がアップ。特技で、超4連打ち行こう。ナイス、ナイス。もう一回超4連打ちは無理か。超4連打ちは無理か。3倍打ち、狙い打ち。デカゲン打ちでここは処理する。オッケー。あとどこだろうな。冷やし込み。3倍打ち。おー、3倍打ち。威力が上がる。ってことは2倍打ちでなんとかならんか。超えたわ、もうま、最悪。え、何してんの？間違えたわ。3連打ち。3倍打ち。で、ここも3倍打ち。そこが威力上がってもさ、しゃあないんだよな。で、ここも3倍打ち。ははプラス1になってほしいとこだけどな、せめて。もう、毎回これだ。このうまいやり方を教えてほしいわ。火力はどれだけ上げたらいいのかみたいな。もう少し火力上げるべきなのかみたいなね。まあ、とりあえず、要素位を変えましょう。グレイグに。ジュネラルマント。あともう一個あれば、意識揃うな。ん？どっち行けばいいんだろう。あ、こっち行けばいいのか。うわあ！メガモリーヌ先輩がいる。さあ、倒した。さあ、行くぜー。また筋肉に魅了されたわ。俺とグレイグ。あ！またこれ呪い解くやつか。おもろいね、このシステム。かざして。パッシャーン。これもう一回あるだろうな。で、ガーディアンが現れると。周囲を覆っていた水晶がここでモンスターに乗って下の階と行き来できるようになった。また、でもなんか乗り物変わった。あ、まだ上あるわ。ガーディアンじゃなくなったんだけど、ちょっと強そうな。まがまがしいやつに。うわ、またメタルキングだ。美味しいわ、ほんま。しかもメタルキング逃げんしね。
戦ってくれるのがマジありがてえ。もう マルティナさんはもうエザルキング、おいナイス派手スナイトかっこいい、見事なコンビネーション。なるほどね、なんかこいつのなんか弱いバージョンの時はさ、上に乗ってるやつはまだ人間味あったけどさ、もうこうなっちまったらもう人間も何もないな。やっぱ上も込みで魔物なんだなって思っちゃうわ最初こいつが出始めた時は神がさ、エピソードの時だったんだけど、その時はまだ人間だったんだよな。でも色が悪すぎてもう魔物だわ、あいつは完全なる魔物。ほら、もうメタルキングがボンボン出るからすごいレベルアップすんね。アデスナイトの下のこのドラゴンをもらいましょう。聖者の灰、あ、宝箱ある。この位置で取れる宝箱ってなんだろう。天使のゾーマ、天使のソーマか。オッケーオッケー。食卓のソーマ、あれは食撃のソーマか。オッケー。万人みたいな通りかかってた。ザルすぎて笑った。あ、こいつもいるんだ。え、下のこれ何？あー、こいつで通れってことか。来い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 。呼び寄せて、切る。今までこんなギミックはなかったっしょ。バロンナイトは、火山にいたやつかな。まあ、めんどくせえから、もう会心出して倒したいわ。よう出るね、これ、本当に会心。メタルキングも、もうそれは涙を流すよね。バロンナイトに乗って、この電気を回避していく。おー、スロットマシンいる。好きなやつ。戦ってみたい。戦ってみたい。クレイジーボーナス。あ、驚きとどまっている、ナイス。まあ、会心であれやるのもあれだし、あれか、投げ払いで。距離だったらね、会心で狙ってくんだけどね。スロットマージン。こいつは何をやってくるんだろう。その前に死んじゃうかもしんないけど。で、マヒアドで飛ばす。ひんやりするぞい。ドレイグの体力はもう500超えたね。ちょっと前までなんか400っぽく見えたのに。よし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 。こっちなんかスイッチみたいにありそうだね。宝箱だけってわけじゃないと思うけどな。なんだこの配置。なんだこれ。あ、スロットマシンあるわ、これ。あー、クレイジーボーナス。いや、クレイジーボーナスめっちゃ強いわ。てか、スロットマシン、あ、なるほどね。これコインがあるんじゃないか、メダル。さあ、見ていきましょうか、これ。うわ、全部クレイジーボーナスじゃないだろうな。これは？おー、カジノメダル、ナイス。これも、うわ、ナイス。1800。いや、ナイスじゃねえ。おお、来た来た来た、クレイジーボーナスの。どんな効果があるんだろう。あれ、輝く息が襲いかかってくる。あ、ダメージか。輝く息ね。こいつね、強い。普通になんか生きてるクレイジーボックスっていうより、化けてるクレイジーボックスのよっぽど強いよ。強すぎて笑った。ザキは効かんだろうしな。普通に攻撃シェットがいいか。第一戦一戦。愛好一戦好き。よう出るわ、ほんま。よう出る、よう出る。だから、倒しやすいけど。あ、普通の攻撃しちゃったやん。もう一回見せるか？雷光一閃突き。いやいや、じいちゃんが殴っても。あーでも、まあいいか。クレイジーボーナスの中、新たな力が見られる。あ、今度赤だ。え、白のロイ、やばいくれ？あぶねえ。ザラキってことやろ。要は、簡単に言えば。簡単にいればザラキやろ。怖いわ、ほんま。で、この変なフルールさんがやってる機械にアタックしたいところなんだけど、
さあ、ということで、この最後のクレイジーボクマス。あ、200か。よし、全部回収したかな？よし、ここには用はない。なんだこのボーナスタイムというか、遊び心は。ははなるほど、こいつら、並んでるってことか。でもこいつら自身このビリビリ歩けないから立ち往生してるみたいなところか。そういう設定なん。魔王女になんか娯楽あってもさ、っていうとこだけどな。バロンナイト、幅が広いから、モンスターから逃げられないこれ。さあ倒しましたので行きましょうか。いやー、こいつ幅が広いから。でも、こいつが必要になりそうな感じではあるな、この先も。うん。宝箱がある。行くぞ、バロンナイト！俺の、いやー、引っかかっとる。かわいいのな、こいつ。かわいいかわいいわ。小さなメダル、なんでこんなとこにあんね。誰や、置いたの、ここ。職人がここに来たんか。え？どっか、ああ、そっちに転移したのか。これはまあ別に渡れないことないんだろうけど、ダメージ食らうっていう代物なんだよな。うわ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 、迫ってくる恐怖。変なおっさんが。こいつと共に最後まで行きたいところなんだけど、こいつはここでお別れらしい。さらばだ、バロンナイト。ありがとな。ああ、メガモリーヌじゃなくてメガトンケイル。あ、転移する場所あるな。なるほど、なるほど。外にもあるの。これ本当に広いね、この悪魔城ね。天空魔城か。頭ちょっといかついやつおるね。なんかもう、いろいろ染まってそうな。あ、ごめん。あ、ごめん。平泳ぎできた。ちょっと多いな。メガトンケールでも強いのに。ダークファンタズマ。名前かっこいい。しかも早いし。どうしよっかな。投げ払いかな。ダークファンタマスマに。受けてみなさい。よし。なあ、メガトン系強いんだよね。二回行動だし。ほら、じいちゃんが。おい、じいちゃん死ぬって。最悪。もうこれ、覇王山で。打ち、打って。うん。もういい。もうお前らはもう、うん。消えてくれ。本当に。ブレイグは普通に攻撃でいくか。うん。メガトンケールもちょっと回心出てほしい。出るねー。出るけど倒れないよね、この辺のやつ。この300クラッシュも倒れない敵ばっかが最近出てきた。さすが魔王女。8000ももらえるの強いわ。紫の宝石。老じいちゃん回復してもらわんとな。オッケーオッケーオッケー。また転移しましょうか。転移。ビヨン。あ、またダークファントズムがいるわ。すごい好きだけど。まあでも、なんだろ、レベル差があるからかもしんないけど、いろんなやつを引き連れてくるからね。ちょっとそれが厄介だわ。これ4回でしょ？これセーブしてんだけどさ、もう明らかに外のあの、入り口のとこにあった像しかねえんだよな。だからそれ飛べるシステムがあるんだと思うわ。飛べるシステムがあるから、あれだと思うんだけど、これ下行ったらどうなるんだこれ。行くべきなのか？いや、おお、金の石像みたいなやつが現れた。なんでもありか。しかも金塊だ。こいつの生息理か？天の門番。この色の動く石像は初めて見たな。火炎切れ溶けろ。お前を売るわ。店に。本心切り。めちゃくちゃ恐ろしく硬いの。140。そこまでかね。ライコン一銭好きしたろ。お得意の。強いよ。天の門番強いな。なるほどね。上から降ってくるんだこいつがみたいなとこあるよね。
とは下降りないといけないのか。ここには金塊取りに来ただけか。まあ、全然ヨロピク、ヨロピーな。降りますよと。はい。これでもう戻れなくなっちゃうのか。オッケーオッケー。ここは、転移装置、また転移装置。行くぞ。何しとんの奇跡的なあれで止まってたな。メガトンケイル先輩がいらっしゃる。宝箱が後ろに見えてるから欲しいところ。さあ、倒しました。いや、セーブポイントあってほしいな。お、はぐめた装備辞典。お、なるほど。体験、ああ、はぐれめたの体験強そう。鎧も作れる。ちょっと待てよ。まあ、最悪これプラスにならなくても作れるんだったら作りたいところだけどな。集中力がまた上がっていく。これまでの冒険によって、勝ち技術が向上した。集中力が1ポイントアップ。あ、でも、体験だな。不思議な火種感。欲しいところだな。片手剣も作れる。や、槍作れるやん。マルティナさんに持たせよっかな。あー、魅了ね。あ、はぐれメタルの盾。これはスライムもりもりだ。鎧。あ、ドラゴンの角か。ここで取れるけどな。まあ、とりあえずマルティナさんにこの槍を持たせるか。15しか変わんないけどね。あ、でもメタルのかけら1個でこいつは作れるのはありがたいとこだな。不思議な火種か。なるほど。まあ、槍作るか。まあ、最悪プラスじゃなくても、問題ない。ね、もう難しいでしょう。火力上げ。もう一回火力上げるか。集中力が半減なの、何のあれなのかっていう話だわな。この時はもう、適当にというか、あんまり良くないと思うから、普通に撃つ。うん。手加減打ち、斜め打ち。上下打ち。上下打ち。いや、弱いわ。3倍。3倍。あ、回心率。回心率の要素ってなんなんそもそも。今までありましたっけっていう。いやー、これ普通に叩きたいか。半分になっちゃう？じゃあ、ここいいか。オッケー。3倍打ち、ここでいっか。うわー、ちょっといい感じだけどなー。まあ、気持ち、2倍打ち。あ、これまあプラスにならんくっても、失敗、いや、失敗にはなってないから、プラス1ぐらいつくんじゃない？どうでしょう。あ、来た！久々に成功。オッケー。まあプラス1でもつければ、まあまあまあ。問題ないべ。はぐれメタルの槍を、どうぞ、取ってください。じゃあ、登ってくか。アグレメタルのなんか、あれだよね。盾いいね。本当に。姿変わらず。スライムもりもり山城思い出す。スライバーが使ってたっけ？レシピとかそこでもらうんだよもんね、確か。スライバーだっか。ライバル的存在。盾。いろいろと装備とかレシピと、ああ、まだ登るやつがいるな。ああ、そこか。もうこいつ専用やねんか。こいつ専用やねんか。エルチェイサーたちが現れた。強いな、見た目がもう強そうだわ。なぎ払い。受けてみなさい。オッケー。で、俺はフリーズブレードか、分回しな、分回しでいくか。配信出てほしいな。分回しで配信出るとめっちゃ気持ちいいからな。A は倒せる。オッケー。で、まあ、もう手加減なし。マヒャド。ダメージ食らいたくないわ。オッケー。あっぱれじゃ。で、乗れるようになりますよ、とで、こいつらが現れるけども、無視しよっか。
登れる？よし、登れる。登ろう。久々に使う、これ。いいねー。いろんな、こう、今までライドしてきた、あの、ポケモンたちに、全部乗れてるような気がするよ。これ、上が正解か？あ、上が正解っぽいな。こっちは宝箱なのか。あ、宝箱やな。ごめんよ。ザルすぎ、ザルケイブ。ザルにも5万ゴールド。世界的な大富豪。手元に所持している額が10万ゴールド以上になったものに贈られる称号。12万。いや、天の門番たち強いわ。それがまあ、弱い敵なんて、そんなにいないんだけどさ。まあでも、ザラキとかなんか、ザキとかやってくるやつがいないだけマシかな。クレイジーボックスぐらいだったかな。うわぁ、こいつ久々に見るなぁ。うわ、どんだけおんの天の門番。こいつ、ファントムシャドウ。こいつ、あれだよね。あの、最後の砦の時に攻めてきたやつなんじゃないかな。こんな風に見えるんだけど。いや、雷光一閃好きで。あ、ミスか。結構な確率でね、やってくれるんだけど。まあ、ドルクマ。あ、暴走した？ナイス。暴走は要は会心みたいなもんだかな。呪文版の。やっき。普通に、殴る。オッケー。つくだけでいいのかな。会心出たら倒せるよ。ナイス。さあ進もう。のセイニャさんのレベルがアップと。48ぐらいだったのに、もうこのパートだけで4レベル上がってるな。やっぱメタルキング様々だわ。うわー、ギガントドラゴンみたいなやついる。まあ、これでいけるか。ブラックドラゴンの強化か。立ち塞がるドラゴン。行くぞ。グレートドラゴンか。うわうわうわ。ブラックドラゴンがね、デルカドアルジョンの下にいるっていうね。ちょっと見切れてるわ、でかすぎてお前。いや、いったでも一回行動でよかった。ちょ、もう全身全霊切り、こいつはもう手加減なし、行こう。367。強いぞ。ザキで死なんだろうな。ドルクマで、俺はドラゴンギ。いや、超早草切り。ほらほら、こんだけダメージ与えてんのに。えっ、色が変わんないの、なんなん。食らってほしいな。ナイス。2回会心出てんだけどな、こっちは。なんで倒れねえんだおめえ。全身全霊切り。グレイがマジ盾か。あ、オッケー。どれぐらい？うわぁ、この強さで2、3いくらって割に合わねえ。超割に合わねえやん。4回か？うわぁ。やばいなぁ。うわ、いよいよ正面なんか、出てきそうなんだよなぁ。オメロスあたりが。うわぁ、なんか待て待て待て。毒軍王の見た目のやついる。なんじゃそりゃ。ちょっとやばいか。真ん中から消し飛ばしたいところ。いや待て、一応さ、道具で、あんま使いたくないんだけど、聖水を使わないと、あれだわ。やれないな。ああ、今、まあ、主人公にちょっと使わせてもらおうか。真ん中のやつ戦いたいんだけど、俺。お前来い。おい。微動だ。動かん、こいつ。よし。来た。ああ、こいつもセットで来んのか。どっちにしろだったな。まあ、これはもう、あれだ、一番左のやつ集中的に狙おうか。サタン、ジェネラル。六軍王と一緒の見た目のやつがまさかここで出てくるとは思わんやんか。ビビるわ、マジで。ガリンガマジかませだったのか。そんなの俺は信じないぞ。
あ、痛い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 。まあ強いし、バカみたいに強いし、まあ普通に攻撃しよっか。で、老じいちゃんのマヒャードで飛ばそう。うん、グランドクロスより多分マヒャードの方が効くんだよな。マヒャード、マヒャード、ナイス。で、まあ普通に攻撃した方がいいか。単純、それは強いね。待て待て待て、マヒャード、飛ぶであろう。どっちも全員 OK。 あいつ消え方かっこいいな。分回していっか。ジェネラルの消え方かっこよすぎたな。うわー、グレグ、老じいちゃんドルモーは覚えた。ここに来てか、ナイス。うわあ、これあれか、また呪いのところか。これ解放すれば、なあ、来た来た来た、また移動が簡単になるわ。さあ開け、ゴマ。これ一回セーブしに戻った方がいいよなっていう俺の勘が告げてるんだけど、どうだろうか。この先にセーブポイントがあるかどうかわかんないけど、多分おそらくないでしょう。下の階と行き来できるようにやりましたよと。よし、ハデスナイト乗れるようにして、この辺行ける場所があるのであれば、こっち側に行きたいところだ。お、宝箱がある。装備とか聖水とかだったらこれもうボス戦だわ。そんなことなかった。これ一応これセーブしに戻るわ。さあ、ということでセーブしに行って4階に登ろう。ガーディアンできたわ。もうここではバロンナイトなんだけどね。多分バロンナイトにならないとこいつは、いや3回4回任せられないと思うんだけど、これの俺のおかげでこいつらここまで来ることができましたよと。はい、ということで、あ、こっちか、こっち向きかな。よし、一緒に行こうか、ガーディアン。うわー、もう広すぎ、もうほんまにどんだけ広いんじゃ。まあ、魔王の城だからね、正面はいけないのか。なんだこれ。じゃあ左から行こう。この銅像も悪趣味だわ、ほんま。こいつら、敵で出てくんじゃねえかな、みたいな。こいつの見た目の敵はまだ、会ったことないけどさ。うわぁ。なるほど。ここは無視でいいよな。戦う必要ない。一体一体が強いからね。まあだからメタルキングとかじゃない限りは、もう戦う必要ないと思うんだよね。あ、スイッチがある。なるほどね。どうぞ。オッケーオッケー、足場がどんどん増えていくってことね。もう一つの方にも行かないといけないわけだ。天空魔女。おい、どけよ、ほら。お前。もうちょっと幅があったらないっすね。よかったんだろうけど。あ、騎士の魔装？なんでそれ？あ、一緒ぐらいか。敵に武器や盾で攻撃を防がれなくなる。強くないこれ。一応持っとくか。魅力も上がるっていう。だから、メタルキングのあれは、セーニャさんに渡すか。もっともらおうか、じゃあ。よし。さあ、今度はこの先のやつかな。どうだ、もう一個スイッチがあって、ここは通れるようになるってことか。そういうギミックね。さあ、来た。わ、ギガントドラゴンがおるな。グレートドラゴンだっけ、ギガントだっけ。こいつも強い割にはってことなんだよな。真正面にいるけど、まあすんなりいけるわな。これ守るなら守れよっていう、ちゃんと守るなら守ってくれよって思うけど、幅がね。来た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 、よいしょっと。ああ、足場誕生。それでもなんか正面に行くことはまだできないの？
どんだけ遠回りさせられるんだ。どんだけ厳重なんだ、やつは。グレートドラゴン正面。宝箱が後ろに見える。だけど、こいつ中央にいるから、余裕で取れますよ、と。あはは。星屑の剣？グレーグじゃない、これ。もうグレーグに持たせるでしょ。うん。攻撃ハッパーで敵の防御力を下げる。これは強い。ちょっと、グレーグの打ち直し何の意味はなかったのじゃ。さあ、来た。ってことは、それぞれ対象の武器が落ちてるってことは、探検落ちてくれると、俺的には嬉しいんだけどな。左から行くか。左の扉の方が打つ。いや、違うな。同じ構造してるわ。あたボタンか？うわ、今度は倒さねえと通れないように足をなっとるな。偉いやんか？いや、恐ろしいぐらい強かった。やっぱ門番任されるやつはちょっと通常のやつより強いような気がすんな。あれ、もう行けるみたいだけど。繋がる、天空魔女の最深部に繋がる道が開いたようだ。グレイクか。しかも、石像ねえとこ見るとさ、そういうことやな。いや、こっちの扉に、なんかいろいろあるんじゃないかな。うわ、守っとるわ。強いのに、こいつら、ほんとに。まあ、いっか、2体ならなんとかなるか。さあ、倒しましたよっと。よっしゃ、こっちに石像あること願うか。スイッチじゃないでしょ。あ、スイッチか。ああ、赤い扉の。なるほど。あ？一階のやつ解けたけど、何の意味があるんだ。まあ、ここは、でも通らないといけない道だと思うから、全然いっか。まあ、この先でもホメロスでしょうね。やれやれ。六軍王ガリンガはもう本当にかわいそうなやつだなって。今思えばね、あの見た目のやつが全然配置されてんだもん。でもあいつが要は上位職みたいな感じかな。じゃあセーブしたいところだけど、まあ、主人公ちょっとあれだわ、ちょうどよくあれしてくれたから。これ魔法の聖水はグレイグかな。あで、マルティナさん、うん、賢者の聖水は持っておいた方がいいか。道具、道具。道具で、世界樹の葉。仲間一人生き返らせられる。賢者の聖水。おじいちゃん。まあ、これぐらいだったらいいか。で、入れ替えして、もうここはセイニャさんに任せるか。あ、セイニャさんも回復した方がいいな、じゃあ。じゃあ、道具で賢者の聖水をもう一回、買うか。セイニャさんに渡し、もう一回ぐらい使っとくか。よしよし。で、持たせたいとこだな。誰に持たせる？グレイグ。いや、主人公に一応戻すか。で、グレイグにも一応2個ぐらい渡しとくか。死んだら元も来ないけど。よし。ここで、またスキルパネルを見直す。で、俺93溜まっとるから、どれを選べばいいんでしょうね。両手剣だから、両手剣スキルのなんかを上げたい。あ、常時力25は強いだろう。ゾーン突入。勇者。勇者めっちゃあるな。常時力。常時最大 HP、プラス、うんたらかんたら。ゾーン突入もいい。下からやっていくという。新手の、あれです。デイン。デインにフラム。敵全体を光の彼方へ消し去るって。これいいね。まあ、これでいっか。もう今回勇者スキルで十分か。よしよし。勇者のスキルパネルを20枚解放したものを送られる称号。1人前の勇者。勇者に1人前とか2人前とかあんのかね。セイニャさんはめちゃくちゃ覚えてますね。スティック。あ、そっか、2頭の心得は覚えたもんね。
槍スキルか。一戦好き。でも、あれか、セーニャさんも会心が出るあれを使えたら強いもんね。これはあんまりか、槍スキル。戦慄盾ごと。両手爪。魔導書、不思議な光。魔力の息吹。少しずつ回復する。山彦の心得。呪文を唱えたとき、たまに2回連続で呪文が発動する。これ強そう。覚えよう。そっか。なるほどね。不気味な光。これでここを解放できない?あ、これも覚えないといけないのか。よし。これ覚えて真ん中解放できるね。なんだろう、魔導書。魔法覚醒。自分が唱える攻撃呪文の威力を大幅に上げる。まあ、覚えとくか。どっちかとここを覚えたいよね。こことかね。槍の、だから、じゃあ、両、無知のやつを覚えないといけないんだよな。防備士が今いないないもんね。まあでも、この辺、一戦の構え、一応ね。一戦画の構えて一戦好きね。魔法封じ。祝福の杖。まあ、こんか。邪魔払い。こんなもんでいっか。よしよし。セイニャさんこんなもん。シルビアさんも、出る番はあるだろうから、覚えておいた方がいいよね。威力。乙女は覚えとこう。探検じゃなくて無知だもんね。螺旋打ち。愛の無知。スパークショット、装備時。この辺も覚えられるやつは全部覚えて。曲芸これ何?曰くの笛。強そうだな。眠り打ち。まあこれでいっか。またメタルキング先輩に稽古つけてもらえばいい話だから。ん?当たり。ね、当たりって。こんな要素あったっけ?お、ローズハリケーン。じいちゃんも合わせた。極流打ち。敵一体に三連。強いな。クイーンウップ。たまに魅了する。これ強そう。覚えとこう。ちょうど20あったし。シルビアのスキルパネルを20枚解放したまま送られる。なんたら。適当すぎ。あ、グレイグはちょっと出てるから、いるか。片手剣なんだよな。縦スキル。まあ、守備上げた方がいいだろうね。ガード率も上げる。斧も覚えてないしな。英雄、力。無心攻撃。敵を無にして敵を選ばず敵を切りつける。ようわからんけど。覚えてもらおう。名のある英雄。天下無双。敵一体に天下無双の6回攻撃。覚えてだって、次戦うやつ絶対一体だもん。超絶覚えたいやん。悟りが多いな。じいちゃん。力なのか。回復魔力。まあ、一応。素早さもいるか。力はないくてもいいか。NP はあってもいいか。OK。で、マルティナさんが最後。神もね、戦闘に使うかもしれないとすれば。あれか、やっといた方がいいのかな。え?格闘。真空蹴り敵一体グループに回し切りで真空波を打つ。HP はあった方がいいか。ゾーン突入 5% はあった方がいいね。よし。まあ、また当たりボーナス?これは嬉しいな。嬉しいけど。またあれだったな。スキル。お色気。ミラクルムーン。敵を選ばず華麗に5回攻撃し、自分も回復。あ、覚えられねえ。ちょうど覚えられねえ。2足りねえ。
会心あげるか。いや、まあ、このままでいくかな。神よなぁ。探検スキル、神技。シャドウステップ。あ、分身が強かったな、そういえば。そんな感じあったよね。よしよし。三河市立を上げて、よし、会心必中。夢の大技だって。これあれじゃん、メタルキング倒す専用絵じゃん。これ覚えたいね。よし。これで十分か。じいちゃんにプラスしちゃったな。普通の聖水はもうないもんね。よし。挑むぞ。テーブはいっか。倒せるはずや。来た。ん？まさか、この声は。ベロニカ。え？そこにいるのは、お姉様？いや、幻想やろ、これは。まあでも偽物だったとしてもなんか久しぶりに声聞けてよかったな。寂しかったわ。ずっと一人だったから。あのね、一つだけお願いがあるの。うわぁ、怖っ。今すぐに死んでくれないかな。あんたを守ったせいで私死んじゃったでしょ。あんただけ生きてたら不公平じゃない。だからね、死んで自らの死をもって償って。もっと生きたかったのに、あんたのせいでこうなっちゃったんだからさ。怖い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 。ベロニカ使うな、これ。消え失せなさい、悪しき幻影よ。気高きお姉様は、そのような言葉は口にしない。あなたはお姉様なんかじゃないわ。悪趣味すぎるわ、マジで。お姉様は最後まで希望を持っていた。決して後悔などしていない。うん。こんな胸クソ悪いものを見せる奴は一人しかいない。姿を見せろ、ホメロス。だろうな。ようやくか。3回目だぞ、ホメロスと戦うの。大好きなお姉様を思う心。愛というやつか。くだらないくだらない。久々に見るな、色が悪いホメロス。グレイグ、まだ生き延びていたのか。相変わらず執念だけは立派だな。そのしぶとさ、尊敬に値するよ。さて、ここまで来てもらってなんだが、この先はウルノーガ様がおわす領域でな。貴様らが入っていい場所ではないのだよ。今すぐご退場願いたいところだが。虫けらが頑張ってここまで来たんだ。記念にこの魔軍司令ホメロスが貴様らを直々に葬ってやろう。魔軍司令ってことは六軍王のトップってことか。でも六軍王の中の一人になってんだね、でも魔軍司令って。
うわははは。どうだグレイグ、素晴らしいだろう、この体、この魔力。俺は貴様を超える力を手に入れたのだ。いや、まがまがしさましたな。てか前この姿見たっけ。ホメロス、本当に魔物になってしまったのか。行くぞ、貴様らの屍をウルノーガ様に捧げてくれるわ。まあこの見た目ならば全然戦えるか。怖ー、強そう。ホメロス、せめてお前は俺の手で。おい、やめろ。俺は貴様を超えた。それは聞いてねえ。ロージーちゃんにも食らったのか、あれ。グレイが守備上げてくれたら、まあそれで十分だな。全身全霊切りでいっか。とりあえずダメージ与えていくことが重要でしょう。セーニャさんも、ですね、スクルトやりたいとこだけど、ちいちゃんはあれか、自分であれできるから、これ呪文で、スクルトかけるか。よし。で、まあ今、これグレイグ闇の、こう、なんか目が見えない状態なんで、目つぶし食らってる状態なんで、これはもうスクルトやってくれた方がいいかな。OK。で、じいちゃんは自分で回復しましょっか。本当はルカにやりたいとこなんだけどね。ベホイムでいっか。禁物じゃ。よしよし。受けてみよう。いや、ちょ、俺も死にそう。冷たい笑みを浮かべている。なんかそんな余裕ぶっかましてでいいのか、お前。死ぬぜ、おめえ。全身全霊切り。セーニャさんはどうしよっか。呪文で。あ、ルカニでいっか。食らうかなぁ。あ、キレイ、かなり下がった。オッケー、ナイス。で、グレイグはもう回復に専念しよっか。もう今見えないもんね。多分当たんないもん、攻撃が。で、じいちゃんもルカニ食らわしたってことって、もう攻撃に備えてもよろしいのかな。あ、攻撃下げるってあるな。やろう。あ、ミスか。まあ。ナイス、ダメージ受けない。手つく波動はやばいって。いやー、それやってくるのか。まあでも、全然間に合うね。よし、全身全霊切り。オッケー。もう主人公が攻撃してくれるだけでも十分なような気がすんね、これね。スクルト。スクルト。オッケー。あ、やまびことどなってナイス。でも あまりにもかけすぎてしまった。じいちゃんももう攻撃でいいもんね。さっきでは死なんよな。どうしよ う、グランドクロスのがいいのか。普通に攻撃してもって感じだもんね。ドルモーはマイハードで様子見る。くだらない、くだらない。選択しとるときにくだらんとか言うなや。ゾーン入っちゃった。平均177。幻惑の瞳。まあ、それでも攻撃した方がいいわね。ミスキャン。まあセーニャさんは全体回復をやってくれたらいいか。じゃあ装備変えましょうか。回復魔力、セーニャのステッキか、光のタクトか、光のタクトを装備、リンネ、ゲンマ、リンナか。よし、これで、ベホイム、ベホマラー、強すぎる回復量。これもグランドクロスでダメージ与えていこう。原爆解いてあげたいな。グレイグもちょっと攻撃してほしいところなんですけど、当たるかな。一発ぐらい当たるやろ、お前。おい、OK、ナイスナイス。まあ、グレイグ、ちょ、待って、ホメロスさ、ちょっと、そんなに強くないんだよな。
で、あいつ守備下がったのが止まったのか。じゃあルカーにでもう一回下げるか。潜在かなり下がりまして、まあ、全身全体切り、ナイス。でセーニャさんは回復してもらおっか。OK、このパーティーが安定すんな。超早草切り、あいつも瀕死状態やわ。よしよしよし、ナイス。ホメロスがさ、なんかグレイグを執着的に狙うんだけど。え、あ、特殊効果かけ、あー、いてつく波動か。まあ、それされてももう全身全霊切りか。やるしかないんだよね。で、まあ、スクルトかけましょっか。オッケー。で、じいちゃんはもうグランドクロスで十分。あー、てか、すべての効果でゾーンも消すのか。それは聞いてないな。まあ、超早草切りでいくか。これで倒せて熱いし。あ、来た！オメロスとグレイグで倒す。夢が叶った。4万ポイント。さあ、シルビアさん。そんな強くなかったな。やっぱこいつも前座なんか。まさか。そんなバカな。俺は六軍を束ねる魔軍司令、この俺が貴様らに敗れるというのか。あ、またそうやってお前は俺の先を行くのか。お前が称賛を浴び光り輝くほどに俺は影になっていったな、グレイグよ。俺はただお前のようになりたかっただけなんだ。先を急ぐぞ。ああ、ブルーオーブか。あ、シルバーオーブか。いや、なんか何も暗いんだけど、真っ暗なんだけど。あ、全回復しとる。ちょっと待って、魔王を挑むのかな、これ。この先が何か書いてない。セーブさせてほしい。ためらい間違い迷いながら俺はお前と共に戦う道を選んだ。いくらでも歩むべき道を変えられたのに、どこで迷ったのかホミラスは闇に落ちた。すべては弱き心が招いたことか。俺はもう迷わないと決めたのだ。ホミラスは俺の友はもういない。四つを先を急こう。オメロス様、なんて悲しいお方。魔王に見せられ人の心がわからない悲しい魔物にされてしまったのですね。オメロスの最後もマヤの時と同じだった。魔王は人の心に現れたわずかな闇につけ込み自分の手足のように使うんだ。四つをこれ以上ルノー側を野放しにしておくことはできねえぜ。俺たちが必ず奴を倒すんだ。間違えた。良いか。ゾルデブギー、ジャコラ、キラゴルド、ガリンガ、そしてホメロス。これで魔王の手下六軍王はわしは全てが打ち倒したが、もはや魔王を守る闇の盾はもういない。ノッツを正気は我らにあるぞ。魔王ウルノーガを倒すのじゃ。私が知るホメロスは頭が良くて忠誠心の強い立派なデルカダールの騎士だったわ。彼ほどの男でも魔王が放つ闇の力に見捨てられてしまうのでとても悲しいことだわ。誰かに憧れる気持ちは時に嫉妬の炎となって自分自身を傷つけてしまうもの。オメロスはかわいそうな男ね。最後まで自分自身を愛してあげられなかったんだわ。とかホメロスともあれか、同居か、同居というか同期か。これ魔王いるの？うわ、魔王いそう。ちょっとやだな。
何？とてつもなく邪悪な気がこの先から、きっとこの先に。うわ、やだ。ウルノーがついに決着をつける時が来たか。行くぞ。いや、行くぞーじゃなくてセーブしたい。何？ちょっと何よこれ。体が動かない。おい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 、水さすなや。え、六軍王がジャコラボ。まんまと騙されたようだな。このホメロスがあのまま終わると思うたか。いや、弱いとは思ったけど。あいつら倒したはずだら、まさか復活したってるか。最後はやはりこうなるのだよ、グレイグ。お前は俺にはかなわない。魔王様のもとに行きたくば一人で行くがいい。その代わりこやつらの命はもらっていく。一人ではない。俺は勇者の盾、ケンタル主を一人にはさせん。侮るなホメロス、もはやお前の騙し討ちなどに屈する私たちじゃない。この程度の力でわしらは止められん。貴様を倒してウルノーガの元へ行く。そして16年前の借りを返すんじゃ。私決めたんだから、勇者ちゃんと魔王を倒すって。世界中の笑顔を取り戻してみせるって。お姉様に誓ったんです、最後まで勇者様をお守りすると。一人では行かせないぜ。俺にも見させてくれよな、魔王をぶっ倒す勇者の奇跡ってやつを。かっこいい。バカな、バカな。俺はまだやれる。ウルノーガ様、今一度お力を。ホメロス、もう終わりにしよう。やだ、まだ死ねない。グレイグ、お前を超えるまで俺は。さっきのシーンで終わりでよかったやん。2回もいらねえって。いやいや、なんか台無し感すげえ半端ないわ。感動のシーンだけど。ホメロス、お前は俺になりたかったと言ったな。だが俺は王に拾われて以来、お前の背中を追い続けてきた。お前こそが俺の光だったんだ。今の俺があるのはお前のおかげだ、ホメロス。なぜそれがわからぬ。グレイグ。なあ、ペンダントか。行くぞ。
全てを狂わせた元気をウルノーガの元に。いやー、どうなるかと思ったわ。さすがに六軍をみんなが出て待ってきたときは。ん？永代の視野ね、予言者の言葉一つでこんなところまでついてきて、命を張るほど俺はバカでも暇でもねえさ。運命を共にする勇者、それがお前だったからどこまでも一緒に行こうと思ったんだ。だから頼んだぜ勇者様。俺にも見せてくれよな。青をぶっ倒す勇者の奇跡ってやつをさ。お姉様、私たちは見ておられるならば、どうか力をお貸しください。魔王ウルノーガに打ち勝つ勇気を。負けられん。お前が世界を救う勇者である限り、俺はお前を守る盾、再び誓おう。この命が尽きるまで共に戦うと。やるぞい。悪しき世界もここで終わりじゃ。ユグノワの怒り、いや、世界の怒りをその身に受けよう。魔王ウルノーガ。失った16年の月日はもう戻らない。けれど諦めないで戦い続ければ未来を切り開くことができる。ノッツをあなたが教えてくれたのよ。私は世界の未来のために戦うわ。ファイトよ。世界中に笑顔を届けるのが私の役目。もう悲しみの涙はたくさんよ。首を洗って待っておいで、魔王ウルノーガ。もうセーブして、ほんとマジで。この先がウルノーガ戦なのか。なんだこれ、なんか試案システムが来た。何やこれ、撮影機能かい。そんな中はあつ森みたいな機能があんのかい。行く？止まらねえよな。でもどうしよう。いや、ちょっと一旦ここで終わろう。うん。戻るわ、セーブしに。俺は、一旦セーブしに戻る。魔王、なんか長くなりそうな気がするし。うん。もうホメロスで十分戦ったもん。次回ね、この先。決戦魔王、やっていきたいなと思います。はい。チャンネル登録と高評価、お願いします。それじゃあ。